レミリ・ザールブリュッケン線は、フランス・グランテスト州も、ゼルケン・レミリとドイツ・ザールラント州の中心であるザールブリュッケンを結ぶ幹線鉄道である。この路線は、LGV 東、ヨーロッパ線の連結線を通じて、フランクフルト・パリ間の国際高速列車が通行する路線の一部となっている。1842年6月11日に制定された法律で、 パリストラスブール間路線の中心で、メスザールブル県国境線間の鉄道建設が許可された。1845年7月19日の法律により、パリストラスブール鉄道会社が、建設権を約44年間の運営権と共に引き受けた。パリストラスブール本線の場合と違って、この路線の停車場や施設物は、鉄道会社の資金で建設されねばならなかった。 この路線は最初から伏線で建設される予定であった。1851年7月24日目蘇生、アボルカンが開業され、同年11月16日にフォルバックまで延長された。1853年にパリ・ストラスブール鉄道はパリ・ミュルーズ鉄道の建設許可を獲得して、モントロ・トロワ鉄道を引き受けた。この会社は百五十四年一月十一日の 法令により、東部鉄道と解消された。1852年11月15日に、ノインキルヒエンフォルバッハ国境線区間がザールブリュッケン駅の経由で開通された。プロイセンは、フランス方向の鉄道路線拡張を、経済的な理由であまり迅速に行わなかった。王立ザールブリュッケン鉄道管理局が、プロイセン側の区間を建設して、 ナーエタ2000を含むベクスバッハホルバック区間を管轄した。不仏戦争の結果、この路線は他のアルザスロレーヌ地域の路線と同じくエルザスロートリンゲン帝国鉄道管理局に属することとなった。1919 19年ベルサイユ条約の発行でレミリホルバック区間がフランスの路線に復帰したものの東部鉄道にはなく第二国有鉄道であった。 アルザスロレーヌ鉄道機関の所属となった。AB、ビテッセ・マキシマル・ノミナリー・シュール・リンニュ、SNCF、2021年3月15日、閲覧。フォーレンジャー、S31 から33フォーレンジャー、S46 から47ハット・バーバラ・ネウ、サー・リンディッシュ・ボンホーフ、エンプ・ファング・スギボー・イム19、ヤーフンダート。 ユニバーサタットでサランズ2021年3月15日閲覧ありがとうございます。